お、来たぞ。皆さんおはようございます。最近寝不足のうなちゃんです。今日もちょっと眠いながらも動画を撮ろうと思って撮りました。本日、フェス明けの、初のニュースなんですけど、来るでしょ？絶対に。絶対に来るでしょ、これは。臨時ニュース、臨時ニュース。なんや。フェスの結果が出ました！やったー！なんと、うなちゃんは骸骨チームに入りました。で、結構ね、勝ったんですよ、今回。いつもなんか結構負けてたんだけど、普通のマッチで勝って、で、トリカラマッチいつも勝ってたんだけど、トリカラマッチはまあ、半分半分ぐらい。だからトリカラはあんま貢献できてない。けど、普通のオープンマッチ、そしてチャレンジの方で、僕は貢献しました。なので、骸骨チームの、まあ、まず、ホラガイ独立、これはちょっと、ね、中間発表でもわかるんですけど、ゴーストが勝ちました。7ポイント取られちゃった。得票率。得票率も多分ゴーストが一番多いですよね。相当いた。あ一番少ねえ。いや、これはさ、取れないよ。大一部有利だもん。まあ、でもマッチング早くてよかったですね。さあ、貢献度、見ていきましょう。貢献度の発表は、オープンチャレンジャー勝ってる気がする。いけ！はい、下がったけど、あー、トリガラマッチ！いやー、ゾンビもっと頑張ってくれよ。いや、待ってや、そこ、本当にそこなんだ。本当にそれだ。あ、最終発表、マジか。最終発表。ここで抜く、ここで抜くけど、ガッハッくそ打つ方いや、オープンとチャレンジ頑張ったんよ、俺は。鳥からがな、もっと勝ててればな。もう全部俺の成績にこれ左右されてるじゃん。いや、俺がもっと頑張ってれば勝てたんだ。悔しい。全部直結してる、結果が。うわぁ。うわぁ、A さん勝ったか。おめでとう。いや、強かった。おめでとう。称えましょう。君は強かった。いや、でも惜しかったからなぁ。それでもっと悔しいな。ちょっと得票率でね、負けたのも悔しいしね。人気すごかったですね。ゾンビもうちょい頑張ってくれたらなぁとは思うんだけど。そうするとね、チャレンジとオープンも取れなくなっちゃうので、まあみんな頑張ったんじゃないでしょうか。いやぁ、みんなハロウィンどういう過ごし方しましたか？まあもちろんゲームして過ごした人が多いんじゃないかなということで、本日は、結果発表でした。ありがとうございました。メチオフーカちゃんとウツホちゃんたちの絡みを見ていきましょう。平和でハッピーな。ほな、今年はうちらが町のみんなにお菓子を配るっちゅうのは、ふむ、ならば食べてみるまでの具のわからないミステリーまんじゅうなんてどうじゃ。まんじゅうをね、食べたくない俺は、ハロウィンに。わさび入りのやつも混ぜとこうか。ちょっといたずら好きですね。ねえ、ゾンビになっちゃうよ、それは、ほかちゃん。ゾンビになっちゃう。あ、終わっちゃったー、ということで、今回も、終わります。ありがとうございました。みんながチャンネル登録してくれるように儀式をしています。チャンネル登録よろしくお願いします。